若草山。若草山は、奈良県奈良市の奈良公園の東端に位置する標高342メートル、面積33ヘクタールの山である。なだらかな山腹が芝に覆われており、奈良を代表する景観の一つである。山頂には、古くから知られる鶯ぐい塚古墳、前方公園墳があり、鶯ぐ山とも呼ばれる。また、菅傘のような形の山が三つ重なって見えることから、 俗に、三笠山とも呼ばれ、お二山と混同されてきた。さらには、かつて、若草山の正式名称は、三笠山だったと言われることがあるが、これは俗説である。江戸時代になんと八景の一つとして、三笠山雪が挙げられていたが、これは若草山の芝の上に積もる雪が、真っ白に美しく見えることによる。山頂から見る奈良の夜景は、 新日本三大野系の一つに認定されている。若草山は芝に覆われている。この芝は野芝、日本芝の一種と呼ばれる日本固有の芝で、近畿では若草山付近が唯一の自生地とされる。野芝の種は硬い殻に覆われており、鹿が芝の葉と共に種を食べても、鹿の葉と遺液による消化などから硬い殻が種を守る。ただ守るだけでなく、鹿の胃に入ると、 胃液と体温40度程度で、殻は速やかに溶けて発芽できる状態になり、未消化の種は、糞と共に山に散布されることにより、野芝は発芽する。このサイクルを繰り返し、古来よりこの地で生息してきた。このため、若草山の芝の生育には、自然状態では、鹿の存在が不可欠である。また、野芝の早くは踏まれても問題ないが、土壌が人に踏み固められると、 硬い土が根の生育を著しく阻害するために芝は枯れる。このため仮に芝を薬品処理して発芽させても土壌の管理ができなければ芝の保護生育は望めない。近時、の芝の保護のため芝地の拡大と保護が若草山を中心に自治体やボランティアによって行われている。毎年1月に山焼きが行われる。 東大寺と幸福寺による領地争いを双方立ち合いの上で焼き払って和解したのが発端とも言われてきたが、近年、その説は否定されることも多く定かでない。当期の恒例行事となっており、その写真は奈良を代表する写真として紹介されることも少なくない。江戸時代以前からも行われていたらしいが、正式行事となったのは明治になってからで。 夜間に行われるようになったのは、明治後半からである。なお、昭和戦前には、紀元節、現建国記念の日の2月11日に行われていたという。太平洋戦争後は、長らく1月15日の成人の日に行われていたが、ハッピーマンデー制度導入に伴い、2000年から2008年は、成人の日、第二月曜日の前日、日曜日に変更になった。しかし、 それでは、日程が分かりにくく、以前より時期が早くなって、すスきスやシワなどの枯れ方が不足して、燃えにくい上、年によっては、消防で染め式の時期に近くなってしまい、山焼きには多くの消防員の手が必要となる。民間人である消防団員の大量動員は、休日であることが必要。1月の第3土曜日、最も早い場合は15日になるへの変更が、計画された。 ところが、花火の打ち上げの時間帯が、大学入試センター試験の英語ヒアリングと重なる、ことで、大学関係者からの抗議を受けたため、もう一週間後ろにずらし2009年から2015年は1月の第4土曜日に見されている。なお正式日が天候不順の場合は、翌週あたりに順延されている。例年、午後6時前後から焼きが始まるが、その直前の、 約10分間、2010年は15分間は花火が若草山一2二段目から打ち上げられる。また当日の昼間にも関連アトラクションが奈良市内で行われるのが通例である。ただし、昭和天皇崩御直後の1989年は花火、アトラクションは中止となった。山が本格的に燃え続けるのは開始後30分から1時間くらい、年によって異なる。 午後9時前後に最終人火確認が消防団員によって行われる。燃焼はその年の芝の生育状況、当日の天候により大きく左右される。山焼きを実施したものの、雨等でよく燃えないこともあった。1988年や2008年、等。また過去には異常乾燥が続いたり、雨続きで行事自体が中止になることもあった。 燃え残りが発生した場合は、後日の昼間に再度燃やされている。山焼きが1月15日であった頃には、小正月行事として、若草山麓に奈良市内の家庭から、正月の締め飾りなどを持ち寄って、トンドとして燃やすことも行われていた。ハッピーマンデー以後は、日程が合わないため締め飾りの焚き上げについては、春日大社が1月15日以降の土曜日に、 カスガのオトンドとして、飛び火屋に火を設置して実施してきた。第四土曜日に変更されて、以後はカスガのオトンドも山焼きと同じ日に実施されている。奈良市街地をはじめ、奈良盆地北部で観望が可能である。遠くはカシュハラ市、御所市のビル等からでも見ることができる。また金剛山やイコマ山城、宝山寺や、その直下の旅館街からも観望できる。 中でも、官房名所としては、幸福寺五十島近辺の奈良公園、西野家の大池、勝又池、平城宮跡である。大池は、薬師寺斎藤春光後、平城宮跡は、須久門春光後に官房者が急増した。しかし2010年は、薬師寺等々解体工事の開始、平城線と1300年記念事業に伴う、平城区内の大規模工事により、大池、 平常具跡からの官房を断念したものが多かったようだ。山焼きを紹介する写真の中には若草山全山が燃え、その上空に花火が上がっているものがあるが、これらは長時間露光と多重露出を施したものである。実際問題、火炎の中で花火を上げることはありえない。実際は花火打ち上げ後、燃焼場所を徐々に移動しながら、最終的に山全体を焼いている。 そこで先のような若草山の写真撮影には特有の撮影技法が必要となってくる。その技法は個々人によりノウハウがあり一定しないが、その撮影の難しさが逆に山焼き撮影の魅力となっている。そのため、毎年奈良県内在住者はもちろん全国規模で撮影者が集まり続けている。撮影の困難さとして、1。 一年に一度だけの一発勝負を強いられる。二、花火と、徐々に燃えていく山と、市街地の夜景等を同時に撮影するため、露出の設定が難しい。三、選択する花火と数が重要なポイント。四、北風や多重露出時のカメラブレ対策。五、年によって異なる燃焼速度。六、場所取りが、重要。スイートアングルが意外に少ないの、各項目が上がられる。 魅力ある撮影であるが、場所取り、早朝から数日前よりについていけず、新参者がなかなか入りづらい面もある。山焼きの撮影は、長時間露光が必要なため、かつては、バッテリー性能やノイズ体力に弱かった、デジタルカメラによる撮影は少なく、フィルムカメラの独占上だった時期があった。しかしそれらの性能向上に伴い、年々デジタルカメラで撮影に臨むものが増えてきている。 解散期間とは、山麓の南北ゲート、または山頂から二重目の通路にあるゲートを通って、一重目、二重目に有料入場できる期間のこと。2016年4月現在は、3月第3、土曜日から12月第2日曜日と決められている。かつては、春秋2回の解散と、8月に夏の特別解散が行われていたこともある。 うぐい鈴鹿古墳などのある山頂、三十名は、新和格差山ドライブウェイ、有料、または、春日山遊歩道から、年間通して入ることができる。山独から、中原の一重目までは、急な登山道で、過去には観光用のケーブルカーやエスカレーター、モノレールの建設が計画されたが、いずれも頓挫している。なお山頂に向かうだけならば、北側の奈良奥山ドライブウェイを利用して、 山頂付近まで自動車で行くことは可能である。2013年10月、奈良県が議会予算委員会に提出した計画に、モノレール建設の具体案が含まれていたことが報道された。その背景には、観光客の減少があり、2014年には入山者が30年、前のピーク時から約4分の1に減ったと言われる。計画は一重目に上がる二つの登山道の、 うちほとんどが階段となる南登山道に沿って農林用物レールを改良したものを指揮6人乗りの車両を2両連結して無料で運行するものであったが報道が波紋を呼び市民団体などによる反対運動が起こった計画地が世界文化遺産こと奈良の文化財登録の際に設定されたバッファゾーンであり登山道がコアゾーンであるカスガ山原市林に接することから 日本イコモス国内委員会も建設計画への強い懸念を示した。2014年7月、奈良公園地区整備検討委員会は、モノレール構想を否決。荒井正吾奈良県知事は、検討委員会の意見を尊重すると述べて、計画は凍結された。代替案として県は、バス運行案を検討したが、これも2015年の検討委員会で否定され、以降は、奈良交通が運営する。 ぐるっとバスの延伸を検討するとした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。